イタリア観光のとある一日、最後に観光に超重要なことも紹介。今日は朝からローマにあるコロッセオへ。予約は必須で1人17ユーロ。このサイトが日本語で予約できるからおすすめ。予約してないと目の前まで来て VR になることがあるよ。2000年前に作られた殺し合いや処刑が行われたこの場所は5万人も収容できるんだって。日本の2000年前は土で土器を作ってる時にイタリアはこれを作ってたってすごくない？次にやってきたのはジェラートが有名なこの店。味は60種類以上あって世界的に有名なお店らしい。3種類選べて900円。店員おすすめのマンゴー、チョコレート、ストロベリーの組み合わせが最高だからみんな食べて。ローマはホテルが高くて郊外を選びがちなんだけど、遠いと余計時間やお金がかかるからエアビーなどで市内の宿を取るのがおすすめ。